んにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はじゃん、マスクを取っても可愛いメイクをやってみました。まあちょっとすっごくモリモリだと思うんですけど、皆さんのお悩みが解決するテクニックをたくさんこの動画は紹介してるので、ぜひ自分に合ったメイク方法を見つけて参考にしてくれると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう、あかりんの女子力動画スタートです。ということで早速始めていきたいなと思うんですけど、今回インスタで皆さんにマスクが外れた時のメイクのお悩みとか顔のお悩みを先にちょっと聞いたので、それをまあなるべくたくさん解決していきたいなと思いまして、すごい工程がちょっと多くなってしまうんですけど、全部取り入れなくて大丈夫です。自分はこれ取り入れたいなって思うものを選んでいただいて取り入れてやってみてください。なるべくこういっぱい解決したいか、私はこの一つの顔面に対していっぱいやっていくんですけど、全部真似しなくても大丈夫です。これが何に効果があるよっていうことをちゃんと説明していけたらなと思います。ではやっていきましょう。じゃあまず紫外線強くなってきておりますので、日焼け止めは必須ということで、最近好きなのはこちら、イプサのプロテクターマルチシールド SPF50+ の PA4+。 めちゃくちゃ乳液のように軽いとろーっとした日焼け止めです。今年ねすごい日焼け止めの進化がすごいよっていう話をたくさんしてきたと思うんですけど、中でもこのイプサのね、この乳液タイプの日焼け止めは見て、すごい馴染むのが早い。なんか白く浮いたりとかしないから、乳液の代わりにこれ使っていただいてもいいんじゃないかなって思うくらい本当に軽いです。張り付く感じというか、そういうのは全く感じないですね。なので今日はこちらをちゃんと塗り広げていきまーす。めっちゃ浸透早いよね。まあ見た目がガラッと変わるとかそういったものではないんですけど、まあスキンケアの一環として最後に塗るのをおすすめします。そしてですね、私あんまり普段使わないんですけど、コメントを見てると毛穴がすごいマスク取った時に気になるよっていうコメントが多かったので、まあ、そういう方におすすめなのは、まず毛穴のプライマー的なのを使うといいんじゃないかなと思いまして、こちら NARS のスムース&プロテクトプライマー、こちら使っていきます。なんかこれ新しく新商品も出るみたいなんですけど、ちょっと私古いのしかなかったので、こちらこんな感じでございますね。少量で大丈夫です。ちょっとこれ取りすぎなくらいほんと指に薄く取ってで、毛穴が気になるところをね、こう埋めるような感じでくるくると入れてあげてください。まあ、これ塗っておくと毛穴落ちみたいなのも気にならないし、普段からそんな毛穴気にしてないよっていう方にもまあおすすめの商品かなと思います。あとちょっと肌がこうデコボコしているところとかにも塗ると、こうフラットにツルッとしてくれるので、化粧のりが良くなるので、まあこういうちょっとシワが気になるところだったり、あと目元とかにもね、塗っておくとアイシャドウのつきが良くなったりと、結構いいこと尽くしの下地なので、まあこれ塗っておきます。まあ別にこれじゃなくてもなんかこういうプライマー系のものあるといいですね。まあ、こんな感じですごい鼻がつるっとなるんですね。なので毛穴が気になるところとかにこれで先埋めてあげるといい感じです。はい、そしたら続いてお悩みで多かったのがくすみですね。こんだけ隠して今まで来たわけやから、あんまりくすみって気にならなかったかもしれないんですけど、やっぱりね肌って疲れてくるとくすんじゃったりとか、あとやっぱマスクでなんか表情筋が動いてなくてなんか血行が悪くなってくすんでたりとかもいろいろするのかなと思ったので、3年ぐらい前のさ、マスクをしてなかった自分よりなんだかちょっとくすんでるなって感じてる人は、紫の下地透明感出るのでおすすめかなと思います。いろいろおすすめの紫下地めちゃくちゃいろいろあるんですけど、まあ、今回はみんな使いやすいかなと思う紫、こちらエトボスのミネラルインナートリートメントベースのラベンダーベージュです。 SPF31 の PA3+。 これね、紫と言いつつもなんかラベンダーベージュなんですね。わかるかな。ですごい保湿力のある美容液みたいな下地です。こちらを薄く塗り広げていきます。まあなんか普段紫使うとなんだか浮いちゃうんだよなみたいな人とかは、これすごいベージュが入ってて肌なじみがとってもいい系の色なので、でちょっとこう血色感上がったの分かりますかね。伸びも良くて、でメイク崩れもそこまで気にならないのでおすすめだし、あと乾燥肌の方は特におすすめです。すごい保湿力があるので私はこれを塗っていきます。わかるかな。こっちの方がこうパッと浮いてないけど明るく見える感じ、これすごい大事なので、まあなんかちょっと顔色が悪いな、くすんでるなって感じる人とかはプラスで紫の下地入れてあげるといいんじゃないかなと思います。他にもおすすめで言うと、化粧崩れ対策したいよっていう方とかマキアージュ、マキアージュリニューアルしたので下地が、それもすごくおすすめかなと思いますし、あとはジルスチュアートの下地とかもすごい透明感アップしてくれるのでおすすめかなと思います。はい、こんな感じでラベンダー入れてあげると一気にこうくすみが飛んで明るくなりますね。でまあすごいいろいろ考えたんですけど、今回メイクベースメイクのお悩みを全てカバーしてくれるのってやっぱ透明感とあとツヤかなと思ってて、やっぱツヤをね肌に与えてあげると気になるところがカバーされる
されるなっていうふうに思ってて、まあ結構多かったのが、肌荒れが気になりますとか、あとは、もたつきが気になりますとか、毛穴とくすみと、あとまあほうれい線とかシワとか、こういったあたりが気になるみたいな、まあ大体全部の悩みが入ってたんですけど、それをなんか全て書き消してくれるのが、透明感とツヤだと思うんですよ。なので、ちょっと今日はおすすめの下地こちら、下地というかね、部分ハイライトみたいな感じなんですけど、シャネルのレベージュフルイドアンミネールベルミンのパーリーグローっていうやつで、まあ私このシャネルのツヤ感がすごい好きで、おすすめなんですけど、高いから、まあプチプラで代用できるものとかあったら全然そんなんでもいいんですけど、こういう感じのちょっととろーっとしたリキッドタイプのハイライトみたいな感じで、こんなにツヤが出るんですね。で、これをちょっとツヤを出したい部分に先に仕込んでいきます。特にこの三角のゾーン、ここですね。ここの三角ゾーンにちょっと入れてあげて、わかる？もうこれだけでさ、ここにハリと透明感が出て、なんかこういうちょっとシミだったり毛穴みたいなのがちょっと薄れる感じがしたりとか、あとまあこの辺のシワが気になる人とかもおでこにピャーって入れてあげて立体感つけてあげる。なんか立体感ってシェーディングが全てじゃないと思うんですね。ツヤとかでも作り出せるっていうのを最近私はいろんなプロのメイクさんに聞いて知ったので、それすごい意識しながらメイクしてるんですけど、ツヤタイプの下地で全体的に塗るのもすごいいいと思うんですけど、まあ今日はちょっとテクニック的なのをお伝えしようかなと思って、部分的に入れるとよりこう、まあ、新幹線じゃないけど出したいところがこうパッと出てくれて、この辺も張りが出るように見えるし、ツヤを与えることによって気になるくすみだったり、なんかいろんな嫌なことが飛んでいくみたいなハッピーなんですね。ツヤはハッピーにしてくれると思いますので、まあ、鼻とかもね、ノーズシャドウでキャーンって描く人いるけど、そうじゃなくて下にこうやって一本の光をこう入れてあげる、こう入れてあげることによってちょっとほらさっきより高く見える。この下地の段階のツヤって結構大事だと思うんですよ。なので部分的にこうやってツヤを与えてあげて、なんかもう自分の肌がこう勝手にツヤめいて立体的に見えるみたいな、そんな肌作りを今日はしていきます。続いてファンデーションです。ファンデーションはいろいろ悩みましたが、まあ、せっかくなんでマスク取れるならマスク崩れとか気にせずできるツヤツヤのメイクを久々にやっていきたいなということで、こちら永井さんとコラボの時に教えてもらった RMK のスキンティント01番です。 SPF20 の PA2+。 これね、永井さんの時のコラボ動画皆さん見てくれましたか？すごい衝撃的なツヤツヤファンデだったと思うんですけれども、まだ見てないって方はお見せしましょう。まあ、こういった感じなんですけど、ちょっとね色がね合ってなかったかもしれない。ほら、本当にみずみずしい薄膜の、ね、カバー力がそんなにめっちゃあるっていうわけではまあないんですけど、でもね、やっぱこれ塗るだけで1枚なんかこう綺麗な水の膜を貼ってくれたようなプルンとした肌にね、なれるわけですよ。そうで、ファンデーション塗る時もこの内側からこう広げていくことによって、ここが一番高く見えるから、外は薄めに塗っていきます。あ、一個言い忘れました。ごめんなさい。その前に、ごめんなさい。こちら、赤みが気になるってコメントが多かったので、赤み気になる方、こちらのジバンシーのプリズムリーブルスキンケアイングコレクターのグリーン。グリーンは赤みを補正してくれますので、赤みが気になる箇所にこれね、塗ってあげると、かなり赤み軽減されますので、赤み気になるよっていう方、ごめんなさい。飛ばしてしまいました。グリーン入れてあげてください。それではファンデーションに戻りますね。とにかく、うっすら、綺麗なツヤ肌を作っていきましょう。で、そういう肌を作る上ですごく大事なのは、まあ、ファンデーションよりも下地ですね。なので下地さえこだわったら、これだけね薄いファンデーションでも、まあ、割とカバーできちゃうので、とにかく何回も言ってるけど、これはファンデーションを厚塗りして化粧が濃くなってる人は下地を変えてみてください。そうすると、まあ、今までファンデーション厚く塗ってたところを下地でカバーすることによって、で、素肌感のある綺麗なお肌になりますので、カラーコントロールとかもしっかりこう意識してやっていただけた方が、肌のね、上質感が変わってくるんじゃないかなと思います。ね、ほんと塗ってる感ないけど、なんかこうフィルターが1枚かかったような綺麗さがこちらにはありますね。で、なんかこう厚ぼってファンデーション嫌いな人とかはすごくこの RMK おすすめかなと思います。ちょっとシミとか気になるところには重ね付けしてあげましょう。で、まあ、マットとかこうセミマットのタイプのファンデーションも崩れにくくていいと思うんですけど、サラサラマットにしちゃうとやっぱそのツヤがなくなる分、気になるところが目立ってくると思うんですね。やっぱツヤを入れて光で飛ばすことによって、さっき言った悩みとかシミだったり、こうもたつきだったりとか、いろんな悩み、毛穴とかもそうですね、がマット
ットにすることによってより目立ってきたりとかするんですよ。やっぱツヤがあることによって、ここに光が入ることによって綺麗に見えたりとかね、ここもそうですね、ツヤがあることによってこう張り感があるように見えたり、肌が綺麗に見えたりっていう感じなんで、マットが好きな方はもちろんそれもいいと思います。ただなんかこう悩みを隠したいっていう人は結構ツヤ肌おすすめかなと思います。かといって全部をねベトベトにツヤツヤにしたらいいっていうわけじゃなくて、ちゃんと部分的に考えてツヤを入れてあげることによって、よりなりたい理想のお肌とか顔の形に近づけるんじゃないかなと思います。そしたらコンシーラーは何でもいいです。で、新しく出たこちら、ジバンシーのプリズムリーブルスキンケアリングコンシーラー N の95番です。こちらですね。もっとね青いクマが気になるっていう方は、ここオレンジとか先に仕込んであげてもいいと思います。なんですけど、ちょっとカバーしたいだけの人はまあ一色でポン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 と。コンシーラーもね厚塗りしないことがポイントです。どうなんだろうね、マスク生活終わるって言われてますけど、まあ多分なんだかんだ日本人だし、私もコロナなりたくないからインフルエンザとかも流行ってるし、まだマスクはすると思うんですけど、まあでもなんかこう本当に仲いい友達と2人で遊ぶ時とかだったらさ、今もしてないこと多かったりするじゃないですか皆さん。なので時と場合に合わせてこのメイク使っていただきたいなと思うんですけど、まあでもせっかくこう徐々にマスク生活が終わっていく中で、多分久々にこっから下の顔を見られる機会が多いと思うんですね。なのでそういう時に、あの人やっぱ可愛いなとか、え、マスク取った方が可愛いじゃんって思われたいじゃないですか。なので今回はね、みんながそう思ってもらえるようにいろんなテクニックをねちょっとお伝えしていけたらなと思います。でコンシーラーのベターって塗るんじゃなく、薄くね指でトン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 って塗ってあげると、やっぱ塗れば塗るほど熱くなってパキパキになってくるので、コンシーラー薄く塗ってあげてくださいね。そう、昨日メイクしたらね、レチノールの A 反応でちょっとだけ皮むけしてるんですよね。キールズのレチノールのやつ使い出してみたんですけど、前回ちょっとね赤みがブワーって出て挫折しちゃったんですけど、ちょっとその A 反応乗り越えてみようと思って今頑張ってるところです。昨日よりでも皮むけマシですね。でまああと2キビとか気になる方はポンポンポンと、ちょっとほうれい線が気になるっていうコメントも多かったので、本当は下地の段階で一番入れておく方がいいですけど、ほうれい線とかにも若干だけこのシャネルのねハイライトとかをこうちょっとだけこのほうれい線の始まりのところにこううっすらでいいんで入れてあげると、ここにやっぱちょっとツヤが乗ることによってちょっと飛ぶので、これねファンデーションの上から使ってもまあめちゃくちゃ汚く崩れたりとかはないので、気になるところはちょっとだけこうチュン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 ってリキッドハイライト乗せると、ちょっとまあほうれい線の悩みとかも軽減されるかなと思います。ただまあね、ほうれい線とかやっぱこの辺のもたつきっていうのは、まあメイクでまあどうにかできるっちゃできるけど、やっぱり普段のスキンケアにおいてすごい変わってくるかなと思うので、こうエイジングケアとかができる、こう張り感が出るねクリームとかをアイクリームとかをもうこの辺にたっぷり塗って、日々のね積み重ねでだいぶ変わってくると思うから、まあねまだマスク生活言っても続くと思うんですよ。なので今からでも間に合うので、まあなんかこう張り感の出るクリームとか塗るのもすごくおすすめかなと思います。まあ中でもおすすめなのはもうずっと言ってるけど、オバージーとかはやっぱすごいいいですね。ダーマリフト塗ってるとだいぶこの辺のもたつきっていうのはスッキリしてくると思います。私も撮影前の期間の時結構たっぷり塗ってこう引き上げてるんですけど、全然違うもんねオバージー。あと頭皮マッサージも結構大事かなって思って最近結構やってる。ちょっと余談になってくるけど、ヤーマンのミーゼのあのニードルヘッドスパリフトのなんかアクティブっていうちょっとあの強いバージョンが出たんですよ。それを最近お風呂でやってるんですけど、私頭皮がこう持ち上がることによって全体がこうキュッてなるから、顔のこうもたつきとかこうダルーンっていう感じがねすごい気にならなくなりますね。はい、ちょっとお話をメイクに戻しまして、でそしたら続いてチークを先に塗っていきたいと思うんですけど、やっぱりねマスク生活でチーク離れしてた人すごい多いと思うんですけど、ここにちょっと赤みが乗るだけで本当にここのね短縮につながるので、まあ、パウダーで上から塗ってもいいんですけど、先にちょっとこう持ちが良くなるように、多分マスク生活が終わったとしてもマスクをしてて取る機会が多くなるだけで、多分基本的にみんなまだしてると思ったから持ちがいいチークを探してきました。こちらアリーのクロノビューティーカラーオン UV チーク01番です。これなんかチークなのに SPF50 プラスの PA4 プラス入ってるやつです。色味がすごく可愛いです。こんな感じ。これをね本当に薄く指に馴染ませて、なんか元からある自分の血色感のようにここ広げていきます。なんかこれ初め使った時さ、何なんだろうかこれはって正直思ったんですよ。なんでチークに SPF50 プラスも入ってて、どういう意図なんやろうと思っててんけど、現場でいろんなメイクさんがすごい使ってくれてて、自分も使ってみてやっぱ可愛いなと思って、私はその UV カットの効果ちょっとよくわからない
ないんですけど、普通に日焼け止め下に塗ってるからいいんじゃないのって思う部分は正直あるんですけど、色がすごい可愛いのと自然なこう色づき加減なのでチークとしてすごく可愛いです。あとね、すんごい持ちがいい、やっぱアリーなのですんごい持ちがいいです。ベースメイク長いんでごめんね。ちょっと今日はね、いろんな人にお伝えしたいので工程多めですけれども、最後パウダーしていきます。パウダー何でもいいです、崩れにくいものを選んでください。ナーズのライトリフレクティングセッティングパウダーのプレストタイプ使っていきます。パウダーなんですけど、何でもいいんですけど、ちっちゃめのブラシを使って部分的に入れていきます。テカらしたくない部分ですね。ツヤが余計なテカリに見えてしまう部分と、あと眉毛ですね、これ中にこうパウダーを仕込ませるような感じで入れてあげてください。やっぱね、今回結構ツヤツヤに仕込んでるっていうのもあって、油分が残ってると眉毛落ちやすくなりますので、しっかり入れてあげてください。あと鼻周りもね、余計なツヤは消しておきましょう。これは岡田さんに教えてもらった方法だけど、クマの上にツヤが残ってるとクマが逆に目立つので、あの目の下はねパウダー入れておきます。あとこのアイラインとかもにじみやすいので、こう際とかもね入れてあげます。であとツヤがあった方がいいのはここの三角なんで、その外側をね軽くパウダーしておきます。あと顎とかセッティングしたい場所にはね塗ってあげた方がいいかな。はい、ベースメイクこんな感じでーす。本当にレチノールでちょっとね顔向けが気になるかもしれないんですけど、こんな感じでございます。じゃあベースメイクが終わった段階で、せっかくね唇がねマスク取ったプルプルのリップが塗れるということで、先に唇をブリーンってさせていきたいので、ブリンブリンリップこちらでーす。はい、もう今大好きジル・スチュアートのクリスタルブルームリップブーケセラムの02番、毎日使ってるこれ。これをたっぷりねベースメイクが終わった段階で塗っておきます。ブリンブリンにしてくれるので、これをたっぷり塗っておくと縦じわとかがなくなってで、リップのノリがすごく良くなります。まあスキンケアの後とかでもいいんですけどね、時間をかけてまあ浸透してって、どん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 こう縦じわがなくなっていくものではあるので、塗った直後はやっぱリップの色が薄くなったりとかもするから、まあちょっとリップを塗る前の段階で塗っておくのがおすすめです。マジで唇ブリーンってなるから。はい、じゃあ続いて、はい、眉毛描いていきましょう。はい、眉毛はまあまず大事なのはスクリューブラシでちゃんと溶くことです。自分の描き方とか形もすごく大事なのはもちろんなんですけど、本当にね毛流れがすごい大事。とりあえずスクリューブラシで毛流れ整えて、毛がないところに描き足す程度です。ペンシルはアリーのウォータープルーフアイブロウの NBR ブラウンのカラーです。アリー最近描きやすくて、で消えにくくてお気に入りなんですけど、そう、永井さんがおっしゃってたように、最近の若い子にやりがちなのが、こう眉毛を下に下に描き足して目と眉毛の幅をこう縮めるメイク、まあ流行りでもあったし、こうやりがちかなと思うんですけど、まあマスク生活でね、ここを可愛く見せるためにはそのメイク正解だったっていうふうにおっしゃってたんですけど、マスクを取った時にここの距離が近いとここの長さが目立つようになっているっていうのをすごい教わって、すごいなるほどって腑に落ちたので、最近は私は下にはあんまり描き足す、下にはあまり描き足さず、ちょっとね眉毛が今しっかり生えてるっていうのもあるんですけど、どっちかっていうとこの上のラインを綺麗に取ってあげて、で下の足りない穴だけ埋めるような感じで眉毛は描いております。で描きながらもこの毛流れをねだいぶ意識する、まあハリウッドブルーを当ててるっていうのもあるんですけど、この毛流れさえちょっと自分の中で意識しとけば本当に描く量少なくて済むんですね。なので足りないとこだけもこの穴を埋めるような感じで描いていきます。上をだいぶなくしてしまってる人はちょっと自分の眉毛の1ミリ上ぐらいの気持ちで上を描き足してあげてください。で自分の骨格に沿って眉毛をこう落としていく。マスクを取った時にやっぱ余白が多いと、あれ私こんな顔でかかったっけってなる時あると思うんだけど、ここのね眉尻が短くて、たまにこんぐらい短い人とかいるけど、そうすることによってここ全部白くなって、それが全部顔のでかさにつながるから、ここね眉尻こうちょっと描き足してあげることによってここの幅が狭まりますのでね、やってみてください。このアリーのさアイブロウさ、まあ、昔からあるけどさ、初めて使ってんけどいいよな、本当に落ちないんだって。口コミで見たけど、横顔が眉尻がこうシュッて長い方が美人に見えるっていうのもあるので、ここ一本しっかり毛をねシュッと描き足してあげて、まあ、それをとつなげるような感じで最後こうね眉尻締めてあげると、やっぱ横から見た時のね顔の美人度が上がりますので、この眉尻のこの一本ねすごく大事にしてあげてください。そしたらアイブロウはちょっと好印象に見せていくためにちょっとピンクブラウン系使っていきます。セザンヌの新色ノーズ&アイブロウパウダー06番ピンクブラウンです。まあ大体形はもうこれで描けてるので、最後はこことここを1対1ぐらいで取ってで、ちょっと色を調整してから、この辺ぐらいからファサファサファサーとこう埋めるような感じで、ほんのりピンクにしていきます。
で最後この眉頭の部分はこうカーブをさせるようにシュッシュッシュッと入れてあげる。ほんのりこうピンクが乗ることによってね、まあ、春っぽい印象にもなるし、こう顔色が明るく見えますので、ですごいね自然なピンクブラウンで使いやすいですこちら。そしたら眉マスカラはちょっとほんのりピンクでケイトの 3D アイブロウカラーの BR5 番ローズブラウン使っていきます。最近の眉マスカラのお気に入りはフジコだったんですけど、ちょっとピンク系がないので今日はケイト使います。これも色可愛いんですよ。で、眉マスカラはもう全体的にバーって塗るよりは、ほんのりこう色づけるような感じで、こう毛流れを整えるぐらいの程度で塗っていきます。はい、そしたらここで眉毛ね、これで完成してももちろんいいんですけど、プラスでちょっとリニューアル後のビーンアイドルですね。ビーンアイドルのザ・アイパレの R06 番の本能のヌードベージュのこのアイボリーのカラー。こちらをね、使って眉毛ちょっと立体的に見せていきたいなと思います。こういうなんか角度がついたブラシ、これ暗視ブラシの15番なんですけど、こういうのでちょっとこう側をねシュ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 ッと、本能のヌードベージュじゃなくても全然いいんですけど、例えばコンシーラーとかでも全然いいです。固形ファンデーションとかでもいいと思うんだけど、この本能のヌードベージュが私すごい楽ちんなのでこれでやってんだけど、ちょっとこの眉毛のね縁をね取るような感じで、まあこれ前からやってますけれども、やってあげるとこう眉毛がちょっとこう浮き出て見えて立体的にこう骨格がねこう綺麗に見えるんですね。今こっち側だけやったんですけど、わかるかな、ちょっと眉毛がこうこっちよりこっちの方が浮き出て見えて骨格が綺麗に見えません？なのでこれねやってみてください。本能のヌードベージュさらっともできちゃうから楽ちんなんでね。もうすぐだねみんな、やっと帰るね、やっと帰るね。ね、こんな感じでやってあげると眉毛綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。いやー、ここまででもう40分も回ってる。大丈夫ですか、ついてこれてますか。大丈夫、長いよ今日のメイクは。サクッとさ、自分なりのマスク取っても可愛いメイクやったらさ早く終われたんだけども、やっぱいろんな悩みがあるなと思ったので、どの悩みも解決できるようにね、みんなせっかく見てくれてるからやりたいなと思ったらすっごい長い動画になったけど、ここまでついてきてくれてるみ、乾杯。ここまでついてきてくれてるみんなありがとう。ビューラーします。資生堂です。ビューラーはとにかく上げましょう。もう永井さんが言ってたようにビューラー上がらないっていう方、こう脇を開けてもう肘をこう上げるような感じでこうですよって感じでビューラーしたらまつげ上がるよって言ってた。まあでも脇をこうね開けてやるだけで全然違うと思う。うん、今日もまつげ絶好調ですね。いや本当に私みんなのためにプロとアマチュアの架け橋になりたいみたいなこと言ってたやんか。私がめちゃくちゃ勉強になって自分のメイククオリティみたいなのが上がってるから、マジでいろんなプロの方私とコラボしてくださいって本当に思う。ちょっとお声掛け待ってます。あとみんな誰とのコラボ見たい、プロの方でこの人とのコラボ見たいっていうのあったらぜひ教えてほしいです。それではアイシャドウに行きましょう。ちょっと今日はマスクを取っても好印象がいいなと思ったので、こちら B アイドルのザ・アイパレ R05 番の愛嬌のピンクブラウン使っていきます。何でもいいですよ、リニューアルで盛り上げていきたいので私は B アイドル使いますね。ここのラメがねすごいしっとり系のキラキラなのでこれをベースに引いていきます。アイメイクは今日ちょっと下まぶた盛りメイクにしようかなっていうのも、まあ、マスク取った時に気になるのってこっちだと思うので、こっちの長さを短縮していきたいので、上に重心を置くっていうよりは下まぶたに重心置きたいので、まあ上はね好きなアイシャドウささーっと塗ってください。でここ使おうかな。なのでふんわり好きなカラーを塗っていただいて、で本当に可愛いよねこの色、自分で作ってんけどさ、やっぱめっちゃ可愛いよなこの愛嬌のピンクブラウンって、誰が塗ってもこう可愛くなれるこの色。ちょっとね愛らしさ的なのが欲しい人はここのバーム、ちょっとほんのりピンクバームなのでついでにこことかに、ね、乗せるとちょっとこうポワってピンクに見えるんですよ。ここにこうバームをちょんちょんちょんって乗せるとちょっと血色感が宿ると言いますか。でこれ耳とかに塗っても可愛いので、まあ、ちょっとあざとメイクしたい人とかはちょっと耳とかにピアス邪魔ですけど塗ってあげるといいんですね。あ、今日もアンシェリオのピアスつけてますけれども、こんな感じでちょっと耳に塗ってあげるとポワってピンクになってあざと感が出ます。けどちょっとこれはマスクメイクと関係ないのでさっさと次に進みたいと思います。はい、ここで重要になってきますのがこの中顔面の短縮になってくるんですけど、すごいやっぱコメントで多かったのがここの長さが気になるよってコメントすごく多かったです。で一番ね手っ取り早い方法、私がよくやってる方法ですけど教えします。この目の下の粘膜って皆さんこうちょっとピンクじゃないですか。ここにピンクのラインをねちょっと拡張するような感じで下に引くんですね。でそこで使えるコスメこちら、 B アイドルのイージーアイナー
ライナーの101番おねだりピンクなんですけど、こちらリニューアル前の B アイドルの商品ですね。で、これ限定だったんですけど、リニューアル後のパッケージのものがまだちょっと届いてなくて、おねだりピンクに関しては中身はね、この時のリニューアル前の商品と変わってないんですけど、まあ何でもいいんですよ。B アイドルじゃなくてもいいから、あのこういうピンクの粘膜ライナーみたいなのをね、ちょっと用意してください。ちなみにこのおねだりピンクのカラーはこんな感じのカラー。これ4月にね、出るんですけど、まあ、持ってる方これ使っていただいてもいいし、まだちょっとないよっていう方とかは、ピンクのアイシャドウとかでもいいので、とりあえず何が言いたいかっていうと、ここをね、ここ。わかる？ここをね、ちょっとピンクにね、塗りつぶしてください。このまつげとまつげの間ぐらいのところ。で、結構重要なのは、この目頭のところと目尻のところ、ちょっと太めに下まで行くこと。この三角ゾーンを埋めるような感じで、ここピンクに入れてあげてください。わかりますか？今、こっちだけ塗ってるんですけど、ちょっとこう目の位置が下がるのわかりますかね？目がでかく見えるでしょ？まあ、こっちの目の方がでかいんですけど、こっちでやれやって話なんですけど、でも、わかる？わかる？わかるやんな。本当にね、ここにピンク1本入れるだけで、ここの長さが短縮されるんですね。目の位置が下がるから。中眼面短縮したい方、面長解消したい方、これ絶対にやってください。で、まあ今日はちょっとピンク系のアイシャドウを使ってるから、このピンクが一番いいかなと思ったんですけど、例えばオレンジメイクとかするときは、まあオレンジとかでもいいです。ちょっとここに粘膜と近い暖色カラーを入れることによって短縮されますのでね、ちょっとここピンク入れてあげて、あげた上で涙袋を爆発させていきたいと思います。はい、先ほどの本能のヌードベージュのここに戻ります。アイシャドウブラシも可愛くなりました。使っていきましょう。ここですね。ピンクを塗った下、ここに続いてはアイボリーを乗せます。乗せる時のポイントは、一番高さを出したい真ん中から、涙袋のこの中心から広げるようにして乗せます。やっぱ重ねれば重ねるほど厚みが出てくるから、厚みを出したい部分に一番最初に乗せる。で、その勢いでこちらに、さっき描いたこのピンクのラインの下にちょっと影入れます。ちょっと影入れます。で、そことつながるように同じカラーを、うっすらこの涙袋のこの影、ここからシュッと上につながるようにシュッと描いてあげると、はい、涙袋誕生です、おめでとうございます、おぎゃーという感じでここに涙袋出るから、これをちょっとぼかすような感じで、やっぱここまで目があるということは、ここが短く見えますね。ここのこれがあるとないんでは、ここの長さほんと変わってくるから、とりあえずマスク外した顔に慣れるまではしっかり影描いていいと思います。印象だいぶ変わるから。私テレビの時とか、なんか映像系の撮影の時って、必ずめっちゃ涙袋の影描いてるんですよ。実は特にこの本能のヌードページでいつもここめっちゃ描いてるんですよ。でも結構オーバーに描いた方がなんかこう写り的にはね、いいよ。でもこれをなんかリキッドとかでガッツリ描くと、なんかナメクジみたいになんねんけど、このなんか絶妙なカラーで描くことによってそんなにやらしくなんないので、これでやってみてください。じゃあちょっとこちらのパレットを使ってで、やっていきたいこと先に終わらせます。鼻の頭のハイライトだけはちょっとこれでやらせていただきたい。必ずこれで尖らせます。で、最近は前まではこうまん丸に入れてたんですけど、ちょっとこの鼻の下のここまで細くシュッと入れます。そうすることによってトゥンって長く見えるので、ここが丸くてベチャって感じる人、ここにトゥンって入れてあげてください。この悩みも多かったですね。団子っぱなんでここが潰れて見えて嫌ですっていうお悩み多かったんですけど、ちょっとこう、トゥンってこう、トゥンってハイライトでカーブを描くような感じで塗ってあげてください。そしたら、愛嬌のピンクブラウンに戻りまして、ここですね。もうちょっと涙袋のさらに高さ出したい部分に重ねます。そう、なんかこう全部マットだとさ、なんかこうちょっとこうドリーンって感じなんで、ここにちょっとだけツヤを与えることによって肌とも馴染んで、なんか涙袋に高さは出るんだけど馴染むので、ここにちょっとだけこうちょっとツヤ系のね、シアーな感じのアイシャドウを乗せて、本能のヌードベージュのこちらのラメ使っていきましょうか。チップで乗せるのがおすすめですね。ダイソーの人 A さん用ブランドみたいなやつのチップなんですけど、こちらで一番高さを出したいところにキラッとラメを乗せます。やっぱ本能のヌードベージュのラメ最強に可愛い。私大好きこれ。あとこの100均のやつ、これはめっちゃいいんですよ。涙袋のこのラメ乗せに。チップなんでこんな飛びしない。ちょっとこの辺にもラメを乗せましょうか。これはね、二重の線の上ぐらいにチュンチュンチュンってやると、瞬きしなくてもこう角度によってキラッとして可愛いので、ここ乗せます。ラメを部分的に乗せておくことによって、アクセントになってそこに目が行くじゃないですか。そしたら他に悩んでるところに目が行かなくなるので、パッて見た時にどこに印象付けるかだと思うんですよ。ってなった時に、目か口のところにちょっとこう可愛いリップだったりアイシャドウを乗せておくことによって、そっちに目が行って他気にならなくなるじゃない。
ないですか。だから自分がこうアクセントを置きたい場所はね、こう最後光らせておく。鼻が気になってても目がキラキラだったら、何そのアイシャドウ可愛いって絶対先に目が行くと思うから、そういう計算もしていきましょうね。そしたらアイラインですね。アイラインはもうなんか自分の好きな感じでいいと思います。ビンアイドル、こちらもリニューアル前のパッケージです。イージーアイライナーの02番純粋ブラウン、とりあえず目力欲しいと思うんでインライン埋めていきます。アイラインはね、なんか自分の目の形のまんまにそのままに描いちゃうと結構全てが強調されちゃうから、私はここの長さ解消したいっていうのと、あとは丸く見せたいんですね、目を。なので若干角度をつけて、ただなんかこうしっかりギュインって引いちゃうとそれはそれで強調しすぎちゃうから、ペンシルでほんと影を描くような感じでここにサササササーっと、本来なら多分このままこっちに行くのがいいところをちょっと下に下げてますね。でこれをもう爪でピピピと本当にもううっすらうっすら影を描くような感じでアイラインは描いてます。私はアイラインででかく見せるよりどっちかっていうとアイシャドウ派なんですけど、まあこれはいろいろですよね。そうしましたらまつげの方に参ります。ビューラーでもうちょっとだけ上げますね。もうどうせアイメイクしてる間にさ下がってくるよねで今日もしっかりカールキープさせていきたいなと思います。まあ1本でも全然カールキープすんねんけど、ちょっとお気に入りのベースをまた見つけちゃったのでちょっと紹介させてください。ミルクタッチのオールデイフィックフィクシングマスカラベース。ミルクタッチのさ、これめっちゃいいね。なんかこんな感じのコームなんですけど、これがすごいセパレート綺麗に見せてくれて、これ塗ってるとね、本当にカール持つし、にじみにくいし、ただ落としにくいので、そこだけ難点かなって感じ。ただもうカールはバチッと止まります。で、今日ビーアイドルのマスカラ使おうかなと思ってて、ビーアイドルも1本でもちろんカールキープすごいしてくれるし、ウォータープルーフだしっていう感じなんですけど、やっぱりこちらのベース塗ってた方が、よりカールが持つ。本当になんか塗った直後のまつげみたいなのがキープされるなって思ってて、ただこれ塗るとリムーバー必須って感じで、 Be Idol 1本だとあのリムーバーいらず、オイルとかバーム系のクレンジングだったら落ちますね。なんかまあどっちを取るかですね。とにかく落としたくない人はここでベース仕込んでおくといいと思います。このミルクタッチのベースすごい好きで最近使ってます。で最近は下のまつげも強調するためにちょっと塗っておきますね。下のまつげ強調するっていうより、なんか角度をねこのベースの段階で決める、特に今日みたいな中眼面を短縮したいようなメイクの時はまつげがこうどれだけ下に向いてるかってすごい大事だと思うんですよ。せっかくさっきみたいに粘膜拡張したり涙袋爆発させたりとかしてやっててもまつげがこう上向いてるとすごい惜しい感じになっちゃうから、とにかくまつげも下に向けていきます。そういう上ではねやっぱね結構ベース重要になってくるね。そしたらマスカラ、こっちは初出しかな、ビーアイドルのアイラッシュマスカラの R リニューアル後のやつですね。03番のアイドルクリアブラックでございます。これ新色でございます。グレージも可愛いんですけど、こちらもめっちゃ可愛いんです。まとめてまた動画出しますけど、ちらっとお見せしますとこんな感じ、スケスケブラック。まあなんか茶色とかグレージュとかでも今日は可愛いかなと思ったんですけど、このブラックね、目に透明感与えてくれるんですよ。やっぱ生き生きさせていきたいじゃん、せっかくマスク取れたメイクになった場合には。なのでちょっと目に透明感を与えてくれるこちらのクリアブラックでしっかりまつげねバチッと決めていこうじゃないかということで、やばないこれ。これなんか先を使ってこうやって塗ると結構束感も出せるので、なんか束感出したい時とかにもこのねクリアブラックおすすめです。下まつげとかはねこうやって、でとにかく上まつげもすごい重要なんですけど、下まつげをねこうやってちょっと強調してあげてください。ね、めんどくさくない人とかこうピンセットでまとめてあげたりとかしてもいいと思います。とにかく細い産毛もこうやって強調してあげることによってここの長さ短縮されるので、ほらマスカラ塗っただけで全然違うね。あと目尻の一本も逃さない、しっかりね上げていきます。天才だわこのマスカラ、誰作ったの、私。いやそうそう、ビーアイドルさお湯落ちのマスカラずっと出してたんじゃないですか。カールキープをさ重視しすぎてさ、やっぱカールキープ重視するイコールお湯落ちで作ろうと思ったら速乾性がいるんですよ。ウォータープルーフだと違うんですけど、またお湯落ちでカールキープを重視しようと思ったらとにかく速乾性がいるのね。で速乾性を入れると早く固まってしまうんですよね。だから寿命が短いんですよマスカラの。そういう問題がずっとあったからもう無理なんですよね。なので私はもうウォータープルーフに振り切ったんですけど、振り切ってよかったマジで、めっちゃいいもんこのマスカラ。去年それこそいいマスカラいっぱい見つかったけど、まあ水面下でこれを作ってたわけじゃないですか、輸入アルが決まってたからね。どのマスカラ使ってもいいなとは思ったけど、勝てるなっていう自信がありましたもん。そしたら
ホットビューラー温めてたので、これパナソニックのホットビューラーですけど、これで、とにかくまつげを上げていきます、さらに。で、まあ、上は、まあ、しっかり上げてもらっていいんですけど、下とにかくね、下げる。上はいつものごとく頑張ってほしいんだけど、下です、今日は。下はね、とにかく下げる。こうやって下がこんだけ下がると、だいぶここね、短縮されるかなと思いますので。で、まつげがね、こうやってここまでクリーンと上がってると、まつげに目がいって、まつげ長いね、とか、すごいね、めっちゃ上がってるね、っていう風な印象になって、みんなが他気にしているようなところに目を活かせなくする。こちらもね、どこにアクセントをつけるかですよね。はい、アイメイク完成しました。バッチバチ。やっぱこのマスカラでこうやって仕上げてると、どこのマスカラですかってめっちゃ聞かれててんけど、最近ずっとサンプル使ってた時。ベリーアイドルでーすはい、じゃあ続いては立体感のお話になってきますが、シェーディングですね。ビリミューのシアマットシェーディングの02番、いつも通りこれ使っていきたいと思うんですけど、フェイスラインがね、こう、丸くて嫌だとか、そういうコメント多かったので、それ解消していくには、私も丸顔すごい気になってるんですけど、どうせ影になる、ここにはね、結構濃いめにしっかり影入れましょう。ということで、ちょっとこういう濃いカラーをしっかりめにとって、どうせ影になるからここ。ここはもう濃いね、影をね。入れていきます。そう、この輪郭のここをね、強調してあげる。どうせ影になる、ここはこの耳の後ろのここまで。そうするだけでここのトーンがガッと落ちて、だいぶね、締まると思います。で、おでこ狭く見せたい人はここですね。この髪の毛のところから、この生え際のところを埋めるような感じで入れてあげる。で、頬骨出て見える人はここしっかり塗ってあげる。で、まだ年齢的には私よりも全然若い子で、ここがプクプクで気になるよっていう子は、3にね、ここ頬骨の下のここにも影入れてあげると、すごいここが落ちてシュッて見えるんですけど、私みたいに20代後半に差し掛かってきた方とかだったら、ここちょっとこけてきたんじゃないでしょうか。こここけてきますよね、痩せたら。っていう方とか、私よりこう年齢が上の方とかだったら、多分この辺がちょっとそろそろね、肉付きがなくなってこけてくると思うので、ここに3に入れてしまうと余計こう老けてしまいますので、若い子はね、ここ3に入れてもいいと思うんだけど、ここのこけがちょっと気になってきたなっていう方は、ここは入れず、このまま落としてあげてください。なので、頬骨のこの狭く見せたいとこだけ塗って、で、残りはもうね、くるくるくるーっとぼかすような感じで、ふわーっと乗せてあげると、ちょっと顔がキュッて引き締まりますね。ちょっとだいぶ前の大昔のお話になっちゃうと思うんですけど、ベースでツヤを仕込むっていう話をしたじゃないですか。それが次最後シェーディングここに入れた時にすごい生きてくると思うので、ちゃんとベースのメイクの段階でツヤを入れてあげて、自分で立体感を生み出しておくことによって、シェーディングはサクッとで終われると思います。で、やっぱ鼻のお悩みがすごく多かったんですね。で、まあ、ノーズシャドウ、私普段ちょっとあんま入れないんですけど、まあ、入れるとしたら、鼻ここ高さ出したい人はここしっかり入れてあげた方がいいと思うねんけど、なんかよくありがちなのが、もうとにかく濃くこうピュッピュッって線入れてる人、結構この世には多いじゃないですか。あれおぶすよ、あれおぶすだなって私はちょっと思ってて、あんまり線を強調すると結局そこのライン強調することになるから、ノーズシャドウするとき、まあこれ私の考え方なんだけど、ちょっとほんと薄いからね、色調節してから、もう薄ら、ちょっと物足りないぐらいの影でいいと思います。でちょっとこう下ろしていく。ぼんやりぼんやり影入れてあげると、強調しすぎない方が意外とこう全体的に綺麗に見えたりとかするから、まあね、10代の頃とかはいいと思うんだけど、ちょっと大人に差し掛かってきた方っていうのは、薄いカラーで低く見せたい場所にこうシェーディング入れてあげる。なんか私最近さ、こっちの鼻のここ出てるなーって思うねんけど、ほんで歪んできたんか。まあそういうところに薄いカラーでちょっと影を入れてあげる。鼻先尖らしたい人はこうですね。で、顎ちょっと欲しい人はここ。中顔面短縮したければ、ここの長さって結構長いとさ、ちょっとブサイクに見えたりするから、ここを影入れてもいいですね。影ちょっとこの辺入れてあげると、ちょっとここ短くなります。あと最近ちょっとおすすめなのは、濃いカラーで大丈夫です。ここ濃いカラーをアイシャドウブラシとかにとって、ここに山描いてあげてください。ちょっと山描いて動かしてあげてください。ここ。なんだこれって思うかもしれないんですけど、これちょっと後から生きてきますので、ここね、ちょっと描いといてください。それでは続いて、ツヤ出しやっていきたいと思います。せっかくね、マスク取れるということで、チャ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 ーにしたいので、シャネルのボーメサンシェルのペルルセント、大好きで、ずっと使ってるんですけど、結構まだあるので、こちらをね、ちょっとお肌につけていきたいと思います。ここですね。ツヤツヤにしたい部分に、このシャネルのボーメサンシェル、バーンなのでベタベタするんですけど、マスクしないんだって関係ないので、ここにツヤを出して、でちょっとこの唇の上とかにもツヤ出して、あとですね、ここ、さっきここ低くしたから次ここ高さ出す。顔のくすみが気になるなっていう人、ここにちょっと指でこう含ませて、ここちょんちょんってちょんちょんって入れてあげると、一気に顔が明るくなるのでね、目頭のハイライト大事で、ちょっとそれをつなぐような感じでここにものせます。
で、目頭入れるとき、こう入れてくださいね。こうハの字に昔入れてたんやけど、それすると、やっぱここにツヤがね、入るとね、クマ目立つので、ちょっと入っちゃったので、ここにこのままツヤを入れると、ここがね、すごいクマが目立つので、ここはマットにしておいて、ここだけですね。ほんと目頭のところに、チュンって、まっすぐに光を入れてください。それでは、チークをね、もうちょっと足したいと思うんですけど、どっち使おうかな。私、今一番好きなチーク、この2つなんですけど、セザンヌ。すでにこう色塗ってるので、今日はちょっとラベンダーの方で透明感足していきましょうかね。セザンヌのパールグローニュアンサーの N の2番。もう常にさっきチーク乗せてあるので、これをちょっと強調するじゃないですけど、よりハリ感とかを出していくために、ここ三角形にね、ちょっとこれ乗せます。ほら透明感爆発ですね。こういう紫のね、チークとかハイライトをこう上に重ねるだけで今年っぽいトレンド顔になるので、今年パープルのね、コスメすっごい流行ってるから。で、それをちょっと繋ぐような感じで、さっと最後、さっと入れてあげると、おぉじゃあチェア。お待たせしました。1時間17分回っておりますけど、リップです。さっき塗ったジルのね、ブルーンリップが、だいぶ浸透してきたんですけど、ベタつきを取るためにティッシュオフします。はい、こちらリニューアル後のビーンアイドルワンモアペンシル R のリップシェイプのピンクでございます。01番です。これね、別に中身何も変わってない。パッケージだけ変わってるだけなので、今持ってるやつで大丈夫なんですけど、で、この影がなんで描いたのかというと、この影と唇のこの間をね、この間をワンモアペンシルで埋めます。ちょっと影濃かったかな。一旦じゃあちょっとワンモアペンシル描きますけど、まあワンモアペンシルだけでもねいいんですけど、ちょっとまあここをね人中短縮じゃないですけど、ここ描くじゃないですか。で、もっと短縮したいよっていう方、ごめんなさい、ちょっと順番的にはリップシェイプやってからの方がいいかな。シェーディングのほんまにこの薄いカラーを取って、で、ワンモアペンシルのこの上のこの部分にね、影入れるんですよ。そうすると、ここだいぶ短縮されるんですね。で、最後に、リアイドルツヤプルリップの愛されピンク、せっかくなんでプルプル系使っていこうということで、で、愛されピンクが復刻したということで、かけらになりまーす。で、この時に、ワンモアペンシルも巻き込むような感じ。あ、なんかちょっとこの辺黒くなってますね。ちょっとだけ調整します。なんか黒くなってるとこはちょっとコンシーラーするんですけど、言いたかったことは、とにかくこの山の上のところにシェーディングをしたかったんですけど、あんまり真っ黒黒すけにならないようにだけ注意していただいて、あとはツヤツヤリップを塗って。で、これだけでも可愛いんだけど、さらに、ここプルンって見せたいので、ロム&のグラスティングウォーターグロスの00番使っていきます。チュルンとにしたい、ここですね。この上のところにツヤを足します。あとここ。でも唇これも自分が取り入れたいとかだけ取り入れてください。私の場合は普段はワンモアペンシルだけなんですけど、撮影で引きで見た時に可愛く映るのはここに影入れた方が映るんですよ。ただ、こうやってこれぐらいの映像で見た時だとこれだとちょっとすごい濃く見えるかもしれないけど、でもそれぐらい盛りたいよっていう人はここ影入れてねっていう話で、本当に自分の好きなとこだけ取り入れてくださいね。今全部盛りしたらこんな感じって感じ。はい。はい、ということでメイク完成しましたー。ちょっといつもより濃いかなーとか感じるかな？なんですけど、本当に最初に言ったようにこれ全部取り入れなくて全然大丈夫です。今回はまあ皆さんのお悩みたくさんいただいた中でなるべく多く解決したいということで、ちょっと全部詰め込んだらこんな感じの顔になっちゃったんですけど、ここから引き算していて自分はどれを取り入れようかなっていうので考えていただきたいなと思うんですけど、まあ共通して言えることをまとめてしまうと、まずまあベースメイクなんですけど、ベースメイクはやっぱりそのいろんなこう悩みだったりコンプレックスを隠そうと思うんだったら、こうマットに仕上げるっていうよりはツヤとあと透明感を意識して仕上げてあげるっていうのと、すごいやっぱ皆さんコメントで良かったのが立体感だったりもなつきとかこう鼻の低さとかなんかいろいろ骨格的な問題が多かったなって感じたんですけど、そういうのはシェーディングが全てではなくて、シェーディングは最後にプラスするものって考えて、まずベースメイクの段階でどこにツヤを入れるか、どこを高さ出ししたいかっていうのを考えながらやってみてください。で、眉毛ですね。眉毛は永井さんが言ってたように下に描きすぎてしまうとここがまた長く見えちゃうので、今日はちょっと自分の眉毛の形に反りながらもちょっと上を足しております。で、最後にこの横幅短く見せるために最後のこの1本すごく大事になってくると思いますので、ここをしっかり描いてあげてください。アイメイクはここを短くさせたいというのをすごく意識したので、下まぶたを結構重点的にやりました。まず大事なのがこの粘膜拡張ライナー、このピンクのライナーですね。で、涙袋をちゃんと描くこと、ここすごく大事になってくる。あとまつげをねしっかり持って、下まつげは下に向けてあげること、で上まつげはしっかり上に向けてあげることによってギューンと伸びてギューンってなりますので、そこしっかり意識してやってみてください。で、チークもまあ、ここでねマットのチーク塗っても全然可愛いと思います。それはそのメイクですごく私好きです。ただまあ今回ちょっと悩み解消ということで、ここにハリが出るようにツヤ系のチークを足しました。で、まあここちょっと紫になることによって今年っぽいかなとは思うんですけど、まあ、これは好みですね。マットでも全然可愛いと思います。そして唇もま
回ちょっとすっごい盛るためにここに影描いたりとか、こう拡張してその上からグロス塗ってっていろいろやったんですけど、ここ短くさせたい時はとにかく上を短縮させてあげることがすごい大事です。ここの長さに悩んでる人とかは影描いてワンモアペンシルでリップライナー描いてって言って、ここにツヤ足してっていう、すべてやったのがこれっていう感じ。あと口角のこう下がりとかが気になる人はここに影入れてあげてもいいと思います。ただそれやりすぎると本当に今回ちょっと事故になりそうだったんで、私はとりあえずこれぐらいで収めたんですけど、本当に何度も言いますけど、自分の中で取り入れたいものを取り入れてやってみてください。ちょっと完全にモリモリメイクになっちゃったんですけど、まあ今日のところはそんな感じでございますが、皆さん参考になりましたか？ちょっとすごい情報量多かったと思うんですけど、みんなの悩み一つでも解決されてたら嬉しいなと思います。まあね、マスク生活終わる終わるって毎日ニュースになってたりしますけど、本当に終わるかどうかもわかんないし、多分場所によってはマスクしないといけないこととかもあると思うんだけど、でも私も多分感染対策のためにまだすると思うねんけど、まあ場所によっては外せる場所とかも出てくるかなと思うので、そう、自分たちのテンションが上がるように、なんか可愛いメイク提案できたらいいなとか、みんなのお悩みが解決したらいいなということで、今日はこの動画を撮らせていただきました。この動画が良かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あかにこと吉田あかりでした。バイバイ。